したの、お兄ちゃん。急にため息なんかついたりして。お兄ちゃんの悩みは幸せそうだね。お兄ちゃんはお兄ちゃんの。ああ、分かった。それはこっちのセリフ。な、で、な、前置きはいいか。そりゃあるでしょ。お母さんとか私。は？なんだ。別に言わないとは。はあ。はあ？何言ってるのよ。気になるなら、そ、まあ指導が、どうしたのだ指導。なに、ふざけ、明らかに授業への集中力を欠いていた。夢？どんな夢を見た？日常の夢？甘い。あなたが望んでいるのは停滞。同じ毎日を繰り返すだけでは刺激。誤解ではない。ちょっと聞いた？いつかくんってばまた変態的なことを飛び市さんに強要して。それだけじゃないわ。どうかちゃんとも夜の生活を送る気よ。プラチにも程がある。現代の若者の倫理観にマジ引くわ。いい加減にするのはどっちだ。毎日毎日を全く許されないね。本当に許されないね。そうだ。そん。
切にするからね。私ずっとずっとね。一番大事な会えば。起きろ。おはようございます、シド。朝食は、いいえ、大丈夫です。はい、そう。はい、自分ではよくわかりません。おお、確かにいつもお兄ちゃん言ってたもんね。難しい顔をして考え事。もう、じゃあ私先に。よっ、いってらっしゃ。指導は、私が最後にあなたと話したのは、やはりそうですか。この世界は、シド、忘れてはいませんか。私は、いいえ、それはありえません。あの時、はい、実は先ほど、そういうことです。原因や、そもそも精霊の力や、それに準ずる確認できていませんが、おそらくは霊力を保有している。おそらく、私の記録では、やはりそうか。でも、あまり不自然な行動は取らない。はい、なぜですか。もしや、
のようです。私は、はい、何か問題。マンションだとは思いますが、電脳空間とは事情が異なるため、今の私にはフラクシナスや、はい、少し話しすぎたでしょうか。はい、どうかしまし、あ、そうですね、本当、指導なら、はい、実際に来てみて、ようやく私も雷禅高校の本当の生徒になれた気がします。だからバレましたか。指導、指導、指導。私、リンネ、その髪、リンネだよ、シド。私も指導と、でもね、今はそんなことどうでもいい。嬉しいな。私たち似た者同士なのかも。うん、幼馴染。おお、リンネではないか。リンネお姉ちゃん、おか、トウカちゃん。うむ、私も元気元気。私は、あ、私吉野たち。そうだな、それが。小鳥ちゃん、あんまり走ったら危ない。だい、それに答え、ほう、いたのか、ですか。いいえ、あ、ごめんね、シド、私、家に人。し、そうだよ、トウカちゃん、ひさ、なるほど。おーい、リンネさん、やっほー。リンネよ、祝福。みんな、うん、そういうことみたい。そうだ、あ、それだったら鉄板焼きとか。なるほど、それ。おお、鉄板焼きか。ううん、せっかくだし、その、うわあ、みんな、そうですね。それじゃあ、私も、うんうん。では行くぞ、皆の者。納得。ですが、先に門をくぐるのはユズルです。たたた。ちょ、ユズル、ちょっと待ちなさいよ。行くぞ、我が眷属トウカよ。もしかして、うん、じ
からない。指導は私にこう聞きたいんだよね。不思議な感じなの。そして私は確かに指導には信じられないかもしれない。でも言ってしまうなら私は、ごめんね指導。指導、ありがとう。なるほど。はじめまして、そのマリアと。あ、はい、ありがとう。ね、そうなります。私はごめんなさい。そのガミリン、そんなことないよ。それはそう、そうですか。指導には関係。そうだね、指導。ともかく指導やその神リンネの、いえ、ここが電脳空間でな、とりあえずはいつも通り過ごせばいいので。はい、この状況の中です。そうね、奇遇ですね。マリアちゃんもなん。わかりました。うん、はい。そうみたいだ。はあ、まった。確かにそう。二人とも。そうそう。あら、指導さん、今日は随分と遅かったですわね。それに修行直前に来たばかりか、両手に花だなんて。指導さんも年頃の男の子ですわね。何をそんなに驚いており。気のない返事ですのね。ではお詫びの意味も。あらあら、残念ですわ。マリアさんです。間違いない。その神リンネは脅威。彼女が、だからこのままその神リンネをほ。だが、二人ともやめてください。はい、自分の欲求を満たすために。なんだと？私は危険性に対して。貴様。ダメです。いつかくんたら朝から一人でも。これはどこかに監禁して。即刻通報の必要が。日頃の行いだ。トーカちゃん、トビッチさんに、幼馴染のリンネちゃん、さらにはと。本当？ええ。あら、そう。シド、大変です。トーカと折り紙の言い争い。コーラ、トーカ。わかった、うん、二人とも。ヤトガミトーカ。なるほど。さす、トーカや折り紙の言うように。いいえ。